こんにちは、競馬ブック業務部の山崎です。皆さんご存知のようにパドックでは直前の馬の状態をチェックできます。ただなんとなく見ている方も多いと思います。狙っている馬の体調はどうか良し悪しが分かればさらに馬券の的中率は上がるでしょう。そこで今回当社の企画の一つとしてパドックの見方をお送りしたいと思います。前2回で1回目の今回は体と動きです。解説するのは今までいろんなテレビで解説し今はグリーンチャンネルでパドック解説をされている米光さんです。米光さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パドックを見るにあたってまず基本的な注意点はありますか？そうですね、やはり巡行で見るということですね。脚光で見ないということ、それと事情を許すなら、同じ、ところで見るということでしょうね。なるほど、逆光で見てはいけない。晴天ならば見やすい光の当たった角度で見るということですね。では私がビギナーとしてまず何から見ればいいでしょうか？そうですね、まずやはり一番目につくのは毛艶ですから、私としては肌ツヤの良さからね見ればいいのではないかなと思います。毛艶がいい馬、光っている馬はね、新陳代謝が良く、その分その馬の持っている運動能力が発揮しやすいのではないかと言われています。また皮膚の張りがピークになると表面に黒っぽい銭形が浮かび上がってきます。特に影馬でこの判定を見つけたらその馬は間違いなく絶好調です。また黒っぽい馬でもよく見れば見つけることができます。これはビギナーの方でも意外に簡単に見つけることができます。そうですか、私なんかは黒い馬の方が毛艶がよく強そうに見えてしまうんですが。確かにパドックに行ってみれば黒い馬が実際の状態以上によく見えます。そういう毛色の馬は若干割り引いて考えた方がいいかもしれません。逆に足毛などの白っぽい馬はピカピカに見えたらかなりいい状態だということが言えます。そういった馬は体調がいいということですね。よく冬毛が出ているということを言いますが、どういうことですか？はい、冬毛は文字通り冬に伸びる毛で主に牝馬によく出ます。確かにビジュアルは良くないですね。ただ冬毛が伸びていても構想を続けている牝馬は何頭もいますので、そう気にしなくてもいいでしょう。ボバ、男馬の場合はどうですか？はい、冬場に、毛艶の良くないボバの好走例はあまりありません。大体は放牧帰りで、磨き込みが不足しているということでマイナスです。わかりました。馬の体型での注意点はありますか？はい、人でもそうですが、胴と首が長く薄く、足がすらりと伸びている馬は長距離型、逆に、四肢や首が太く短めでがっちりしていて、四角っぽい馬は短距離型ですね。あとつなぎが長く寝ている馬は長距離、つなぎが短く立っている馬は短距離やダートがいいと一般に解釈されていますが、そこまで一度に観察するのはファンの経験を積んでからでいいでしょう。つなぎと言いますとこのあたりのことですかね？そうですね、その通りですね。この4つの部分ですね。はい、よく歩養という言葉を聞きますが。はい、それは文字通り歩く様ですね。一般的にはパドックの外を回っている馬は元気で、内をとぼとぼ歩いている馬は気合不足と言われています。まあ確かに踏み込みの深い馬はおのずと歩きに推進力があり、外を回るのは当然で、一応頭の中に入れておいた方がいいでしょう。
ただそれは確定要素ではありません。ごく稀に牛のように厩務員さんに引っ張られて歩いている馬でもバリバリのオープン馬になった例はいくつかありましたね。先ほど言われた踏み込みとは何ですか？はい、後ろ足の返しのことを言います。その返しの瞬間の飛間の角度が深いことや、前足を越えて後ろ足をせり出すことを踏み込みがいいと言います。飛間と言いますとこの角度のことですね。そうですね、はい。また踏み出しとは前足の動きのことで、前へ前へ滑らかに前肢が出ているのを踏み出しがいいと言いますが、最近は前さばきがいいという言葉を使っている解説者が多いようです。あと首の使い方ですが、ちょこちょこ上下に動かすのは固めの歩様の馬に多く、逆にゆったりと上下に動かす馬は状態がいいとされています。そうなんですね。その足さばきを表現する言葉で小積みという言葉をよく耳にしますが、はい、簡単に言えば人でいう肩こりが馬の足にある状態で歩様がゴトゴトしている様です。これは短距離レースより長距離レースの方がマイナス材料です。昔の人は目いっぱい馬を仕上げれば小積むとよく言っていましたが、長年私がパドックを見ている限り、それは本当にごくごく稀な例で、競走馬の質の高い現代競馬では私個人は皆無だと思っています。また短距離馬にはつなぎや肩甲骨が立っている体型で慢性的に小積んでいる馬もいます。まあ、肩甲骨というのはこの部分ですね。そういう馬の成績をチェックして自分でこの馬の小積みはいつもだから心配ないという自分知識をメモしてみるのも競馬の楽しみ方の一つです。しかし概ね解説者は小積みや硬さという表現は柔軟の反対語として使っており、実際私もそうだと思います。米道さんは馬の目もよく観察すると聞きましたけれども。はい、人間と同じで目が澄んでいる馬は競争において、自分の能力を発揮すると多くの調教師が言っております。実際売買の場でも馬相は重要視されています。そうですか。あと、牡馬と牝馬とか、夏と冬とかの見方の違いはありますか？先ほど冬毛について触れましたが、牝馬の場合は腹回りが多少寂しくても華奢に見えても、大きな体重減がない限り、そう心配はいりません。逆に、牡馬は、体重減がなくとも、ヒバラの薄い馬は筋肉量が落ちていると考えられ、割引材料になります。そしてその体重ですが、前走が夏で今回が冬の場合は体重増が自然な数字で、その逆の冬から夏は体重減が自然な数字という目安です。いずれにしても季節を問わず、特に牡馬の場合、筋肉の各パーツがはっきり分かる馬は好調だと言えます。また物理的に黒い馬は熱を吸収しやすく、猛暑の時期は若干不利と考えて差し支えありません。逆に足毛なんかは有利でしょうが、競争能力に大きな影響はなく、あくまで参考程度に留めておくべきでしょう。そういえば夏は牝馬を狙えとよく言われますが、夏は牝馬の方がいいのですか？
はい、サラブレッドも普通の哺乳類同様、女性の方が生命力旺盛で、あっさり強いと言われています。まあ、これはどうも種の存続に関係があるらしいのですが、専門的なことは分かりません。よく言う夏負けは性別に関係なく暑い時期に発症しますが、おおむねボバですね、男馬に多く、目にクマができたり、睾丸がだらんと垂れ下がったり、必要以上に汗がこすれて白くなっていたり、また逆に暑いのに全く汗をかかなかったり、そういうとこが見受けられます。これは夏負けということで大きなマイナスです。キョロキョロしたり耳を動かしたりしている馬や尻尾を盛んに振ったりしている、そういう馬の判断はどうですか？そうですね、耳を盛んに動かすのは周りを伺って気の小さい証拠で、気持ちがレースに向いておらず割引です。キョロキョロするのは物見といって、これも集中力が足りない仕草の一つでマイナスです。ただ稀にキョロキョロする馬が、いて、それが癖で、レースに支障のない馬もいます。ただしそれはレアなケースです。尻尾を盛んに振る仕草は私もよくわかりません。虫が止まっていたり痒かったりすれば、尻尾を振るでしょうし、以前、そうですね、だいぶ前になりますけれども、何人もの調教師に集中して確認したことがありますが、統一した答えは得られなかったと記憶しています。まあ、要は、馬が元気よく、尻尾を振ってたらいいんじゃないでしょうか。最後に、これは2回目の総合の時にも言いますが、最終的にはファンの方ご自身の直感と決断にかかっています。当然的中率を上げるには基礎的な、知識は必要です。知識をレベルアップする一つの手段として、なるだけ若い馬を10頭ぐらいピックアップして、横ではなく縦で観察する。縦にですか？はい、要するに、前走やその前、またその前のパドックの様子をメモしておき、結果と照らし合わせるとその10頭ぐらいを把握できるものです。それは競馬を楽しむということにもつながりますので、ぜひお勧めしたいですね。なるほど、そうするとその馬たちに関しての把握というのは解説者以上になるかもしれませんね。ですね、山崎さんのような美しく軽眼のある女性にもぜひお勧めしたいと思います。わかりました。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。第1回は体と動きについて簡単に説明していただきました。次回はメンタル、馬走、そして総合です。